指揮者、作曲家、テオドール・クラックにピアノを入門。その後、エルン・ストルドルフにピアノを、フリードリ・ヒキールに音楽理論と作曲を指示。1879年に自作のピアノ競争曲派長長を弾いて、メンデルスゾーン長を受賞。1885年にバイマルに行って、フランツ・リストの訓導を受け、その翌年から演奏旅行に乗り出す。 リストの最後の皇帝として、名をなす。その後10年間は、ヨーロッパや北米の各地で、演奏旅行に取り組む。1890年にザクセンバイマルアイゼナハ大公、カール・アレクサンナーの宮廷ピアニストに就任し、1894年には、宮廷学長に昇進した。1894年より、ミュンヘン宮廷劇場の学長に就任し、 1899年より、バイエルン王国宮廷学長に転任。1901年から1904年まで、音楽芸術アカデミー委員長を務める。1907年よりジュネーブに移住し、1914年まで、ジュネーブ音楽院ピアノ科のマスタークラスで指導した。リストの作品はもとより、ベートーベンやブラームスの手堅い解釈でも知られ、作曲家としても、 後二社の影響を受けている。同時代の音楽に対しても決して無関心でなく、指揮者内視は、ピアニストとして、グスタフ・マーラー、リヒャルト・シトラウス、ハンスプ・フィッツナー、アルノルト・シェーンベルク、ガブリエル・フォーレ、クロード・ドビュッシー、モーリス・ラベル、ミリー・バラキレフ、セルゲータ・ネーフ、エルネスト・ブロフホラの作品を取り上げた。ピアノロールも数点残しており、とりわけリストの ハンガリー教師局第12番の録音は作曲者自身の演奏やその面影を伝えるものと信じられている。没後はバイマルに埋葬された。記事グライツに開かれた音楽学校はシュター・フェンハーゲンの名にちなんでいる。ありがとうございます。